馬頭、観音、馬頭観音、馬頭観音、早リーバは、仏教における、信仰対象である菩薩の一尊。観音菩薩の変化身の一つであり、いわゆる、六観音の一尊にも数えられている。観音としては、珍しいフンドの姿をとるとも言われ、入和賞とフンド賞の二つの層を持つが、日本では入和賞の姿はあまり知られておらず、作例も少ない。そのため、 通例として、フンドショウの姿に対しても、観音と呼ぶことが多いが、密教では、フンドショウの姿を区別して、バトウ明王とも呼び、大名混合行に説かれる、八大明王の一尊にも数える。本名の早繰り馬は、馬の首の意である。これは、ヒンドゥー教では、最高神、ビシュヌの異名でもあり、バトウ、観音の成立におけるその影響が指摘されている。他にも、 馬頭観音菩薩、馬頭観世音菩薩、馬頭明王、大持玉明王など様々な故称がある。主情の無知、煩悩を排除し、諸悪を機会する菩薩である。死子無意観音とも言う。他の観音が女性的で穏やかな表情で表されるのに対し、一般に馬頭、観音のみは目尻を吊り上げ、土発点をつき、牙を剥き出した、憤怒症である。このため、 密教では、馬頭明王と呼ばれて、不実の五部で蓮華部の強烈隣人であり、すべての観音のふ土どみともされる。それゆえ入和賞の観音の菩薩部ではなく、ふ土どの守護尊として明王部に分類されることも、ある。また、馬頭という名称から、民間信仰では、馬の守護物としても祀られる。さらには、馬のみならずあらゆる畜生類を救う観音とも、されていて、 六事業を転居とし、図相を沈めて、陸道林廻の主情を救済するとも言われる、六観音においては、畜生堂を化け駅する観音とされる。入和賞として、理主行の第四段と、理主釈業に説かれる、観音の成仏賞である、特事賞正常発祥如来が当てられる。馬頭、観音の入和賞は、格前賞に所出して、四面二比の位相の馬頭、 観音であり、この姿は、だらに修行に説くところと一致している。いわゆる入和賞の馬頭観音として、有名なものには、福井県中山寺の馬頭観音像、三面八肘や、滋賀県横山神社の馬頭観音立像、三面八肘があり、フンド賞と入和賞の両面を持つものとしては、栃木県日光市、林王寺の馬頭観音像、 三面八肘も知られている。神奈川県岩竜瀬、ガラセの赤観音の石仏は、一面二肘の入和賞の馬頭、観音であり、また、福島県古戸町松川の石仏は、三面八肘のふ土どでありながら、赤観音の名で知られている。位相として、千葉県多古町、蓮華堂の馬頭観音像は、化物としての阿弥陀仏を頭上にいただき、馬頭はなく、 一面八肘の入和章で白馬に乗った赤観音である。馬頭観音の石仏については馬頭の名称から身近な生活の中の馬に結びつけられ、近世以降民間の信仰に支えられて数多くのものが残されている。また、それらは山の神や駒形神社、近世様とも結びついて日本独自の馬頭観音への信仰や造形を生み出した。 経典によっては、馬頭人心の造用等も説かれ、大蔵界ンならにも描かれるが、日本での仏像の造形例は、ほとんどない。立像が多いが、座像も参見される。頭上に馬頭をいただき、経前では、馬の口を模した、根本爆地印という印象を示す。剣や、斧、棒などを持ち、また、レンゲの蕾を持つ例もある。剣は八本の腕のある像に多い。 石川県、豊か財院の木造立像や、福井県、孫寺の木造座像は、平安時代の後半にまで遡る作例である。また、福岡、関西恩寺の木造立像は高さ5メートルに及ぶ、大作で、日本の馬頭観音像の代表例といえる。京都、浄瑠璃寺の木造立像は、鎌倉時代の南都仏師らの手になる作例である。チベット密教の忍魔派では、 八大英、ルカ法の、パドマスン、レンゲヘールカ、一般には、タムディン、ルタマグリン、ペマアンチェン。中国密教では、バトウコンゴウ、大持力コンゴーと呼ばれる。入和賞は、赤観音と呼ばれ、チベット密教や中国密教では、文ガディオ観音、文ガマティ観音や、大非正解赤観音、大非正解観音、くれない観音とも呼ばれる。赤観音は、 その母孫として、レンゲブ母や、レンゲ、空業を伴う。チベット密教では一面四匹の赤い姿で破裕む、であり、ネパール密教では一面二匹のタンミコとが一般的で、中国密教ではその両方が有名である。ネパールでは赤観音は建国に関わる重要なミコト格であり、カトマンドゥボンチで最も有名なお祭りの一つに、バタンの出し祭りというのがあり、 ラト・マチェンドラ・ナートと呼ばれて、マチェンドラ・ナート寺院に祀られた赤観音が4月に始まり6月までの約2ヶ月間がけてカトマンドゥボンチを隅々まで練り歩き、仏教徒のみならずヒンドゥー教徒にも人気のお祭りとなっている。造用は前日のようなフンドショーがよく知られていて、体色は赤。頭上に白い色の馬の頭である白馬頭や緑色の馬の頭である壁馬頭。 青葉頭をいただき、三面三目八肘とする像が多い。チベット密教では一面二肘で赤い姿のフンドショウが一般的で、密教では他に一面四肘、三面二肘、三面六肘、三面八肘、四面二肘、四面八肘,肘の像用も存在する。入和症である赤観音は、チベット密教では一面二肘か一面四肘が普通であるが、 中国密教では多面多比の赤観論がある。台湾の国立呼吸博物院に所蔵されている宋代の大理国で蝶マサルにより描かたボンゾー図の六比観論とそのボンゾー図をもとに、新代に国史、小吉三子図、勝図の監修のもと、観法によって描かれた法改元流図にある六比観論は三面六比で、中央の顔が入和章で、 左右の二面が、フンドしょうとなっており、形物は、網陀物をいただいている。神言、三馬や形、主治、院、近世以降は、国内の流通が、活発化し、馬が、移動や、荷運びの手段として使われることが多くなった。これに伴い馬が休止した路肩や、柴崎、バス手場などに、馬頭観音が多く祀られ、動物への供養等としての意味合いが強くなっていった。特に、 このような例は、中馬街道などで見られる。なお、馬頭艦ゼオンの文字だけ彫られた石碑は、多くが相場への供養として祀られたものである。また、千葉県地方では馬にまたがった馬頭艦の音像が多く見られる。現代の日本においては、競馬場の近くに祀られていて、レース中や旧車で亡くなった馬などの供養に用いられている場合もある。また、赤字等で廃止された。 地方競馬の競馬場では、旧式地の片隅にあった馬頭観音が撤去されずに、残され、かつての競馬場の存在を現在に伝える数少ない、痕跡となっていることもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。